縦ロールの一例縦ロールとは、髪型の一種である。結ばない、ロングヘアーや左右にお下げにした髪を縦巻きにカールした、ロールヘアーの一種を示すことして使われることが多い。古くは、ツタやキイチの塗り絵や、イガラシユミコ作、キャンディキャンディのイライザなど、古くから、少女漫画作品のキャラクターの髪型に使われることが、多い。エースを狙え。では、お超夫人。 リュウザキレイカがこの髪型で、貴族趣味と豪華さを体現していた。ガラスの仮面の姫川歩も、お嬢様ファッションと縦ロールっぽい髪が特徴となっていた。ヨーロッパ貴族女性の縦、ロール、マリー・カロリーヌ・ド・ブルボンシシレ、フランツ・ビンター・ハルターが、クララ・ラバートン・ゴスロリファッションの縦ロール2000年代には、名古屋城の特徴的な髪型として注目された。また、プーリップやジェニー、 リカちゃん等のドールでもこの縦ロールを採用しているものがある。懐かしの塗り絵、集めて美術館に、つ谷や一氏の名、開館。朝日新聞、p 3 3イナスキキクラツービジュアルにて閲覧。アニメの人物、面倒な着替えに挑戦ファッショナブルに。朝日新聞、p 1 3イナスキキクラツービジュアルにて閲覧東、イリー渡るは、お蝶夫人の、 おでこを出したタテロールのパーマについて、お嬢様はこうだという記号とも言えると述べている。増田ダのぞみ、AS を狙え、華麗で力強い、スポコンの女王、朝日新聞、P3 キキクラ2ビジュアルにて閲覧、大神やサミ、長次大生、ガラスの仮面で、携帯とは、朝日新聞、P10 キキクラ2ビジュアルにて閲覧、大抜きさと子、日本最強のお嬢様、 名古屋城というパワー。週刊朝日2005年7月1日。69ページ。マイナスキキクラ2ビジュアルにて閲覧。これだけマスターしたら、大丈夫憧れゆる巻きを作ることの基本テクニック。rasysa.com コーポレーション。2012年9月5日。閲覧。ふわふわ、くるくる、名古屋巻き不況に負けず進化中。朝日新聞。 http://www.asachi.com コロンススララッッシシュュスラッシュファッションスラッシュビューティースラッシュ NGY200902210002 HTML ありがとうございます。<ayud iter>